はい、それではこんにちは、お願いします。はい、対談、権利探求第2弾、今回ですねお越しいただいている人はですね小西博文さん、小西さんは元、登山家です。登山家といってもですね無酸素で8000メートル方のですね山々を上がられたことなん人なんですね。無酸素ですから、まあ、この地のですねこの濃度で言えば、まあ、3分の1程度だと聞いてます。そのいわゆる死の地帯デスゾーン、ここで小西さんがどのような活動をしてきて、そしてその道をなぜ行ったのか、ここには我々少林寺拳法の自己確立、あるいはチームで行かなきゃいけないですから自他協力、そして何かあったら助け合う、力合不二の精神、こういうところを小西さん持たれていると思うんですね。今日は小西さんにこういう3点の角度からいろいろとお伺いしたいなと、そういうのを思います。それでは小西さんどうぞ。はい、はい、それでは小西さん今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ小西さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもご無沙汰してます。ありがとうございます。はい、小西さんとは以前うちの、部内市で海宝少林寺拳法で、はい、もう取材させてもらって、はい、もうお付き合いとしてはもう10年以上に、ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや本当ありがとうございます。私が小西さんはその当時取材を、はい、なぜ、するようになったかというのは、はい、まず一番大きいのはですね、登山家としてなんか私自身は素人なんですけど、はい、そのある雑誌を読んだ時に、はい、小西さんは登山とは、はい、まあ、要は五体満足にと、はいはい、無事に自宅に戻るまでを登山というと、はいはい、その時は私はまあ素人ながらピンときたのは、はい、普通なら頂上を目指す、はいはいね、普通は頂だから頂上を登ることは登山だというのは私はまあ普通だと思ってます、はい、それが、まあ、自宅に戻るまでと、それをこう私読んだ時に、はい、多分この人にまずお会いしたら、はい、本当に五体満足で、はい、まあ、普通凍傷して指を切ったりと、はい、いうことがあると思うので、はい、絶対五体満足だと、はい、そこも確かめてみたいなと思うと、はい、でまあ、元気でいらっしゃるということと、それとなぜ自宅までというようなことを目標にされたのかなというのが不思議で、はい、まあ、あの当時それでやったんですけども、それで小西さん今、YouTube で皆さん見ていらっしゃるんですけども、はい、まず小西さんが、はい、登山を目指したのは多分高校時代ぐらいだと思うんですけど、そのなんていうか今言う目標が自宅までという、なぜそこに至った目標を作ったか、そのあたりちょっとお伺いできたらなと思ってですね。はいはい、まあ今井上さんがおっしゃっていただいたようにですね、自分がまあ、高校に入って、まあ、高校のまあ山岳部というところに今入れてもらったんですけど、はいはい、でまあ、そこから、まあ、もうやはり命のかかるような、まあ、岩登りだとかですね、まあ、冬山とか、あるいはまあ冬の岩壁登攀ということを開始してですね、で、まあ、それが15歳ぐらいから開始して、うん、でまあ、結果的にまあ50歳まで、まあ、今から約、まあ、10年、9年ぐらい前までやっとったわけですね、まあ、そのようなことですね。まあ、そのやり始めた時はですね、はい、その自宅が目標だとかそういうことは一切、まあ、もちろんそのことは考えてなかったんですけども、まあ、自分のその、まあ、登山家としての人生の中で、経験を積むに従って、うん、この目標設定がどこかっていうことが極めて重要だっていうことが、まあ、見えてきたというかですね、まあ、感じたわけですね。なるほど。まあ、それは、まあ、さっき井上さんがおっしゃったようにですね、まあ、どうしても、まあ、例えば山登りということであればですね、まあ、山の頂上を目指したいと、うん、まあ、当然なんですね、です山を登ることが、まあ、生きがいであり目標であり仕事なわけですから、登山家というのはですね、うん、でただゴールをどこに設定するかということになってきたらですね、なるほど、まあ、当然その、まあ、登山という、まあ、行動自体がですね、まあ、大変、まあ、しんどいもの、まあ、なかなか、まあ、苦しいものなんですね。まあ、して 8000m ということになってきたらですね、まあ、大変苦しいものですと。で、まあ、例えばじゃあどういう環境条件かと申し上げますと、まあ、例えば私の専門というのが 8000m というところだったんですけどね、まあ、この地球上に 8000m 方というのが、まあ、十数方、まあ、まあ、正確に言うと14方あるわけでございます。でまあ、これを、まあ、世界中の登山家、それを、まあ、
その8000メートル峰をまあ目指す、まあ、それを目標にしている登山家の、まあ、90%、95% 以上はですね、まあ、基本的には酸素ボンベを使用して登るわけでございますね。まあ、要はその、酸素ボンベの、まあ、酸素、空気を、まあ、吸って登るんだと。でなんでその、まあ、世界中の登山家クライマー、まあ、95% 以上、まあ、98% ぐらいの方がですね、酸素を使うかというと、まあ、2つの理由があるわけでございますね。まず1つは、酸素ボンベの酸素を吸わないと、その山の頂上に登ることができない。まずそもそも、登ることができないと、まずこれが第一の理由ですね。もう1つは、酸素ボンベの酸素がないと、死ぬ危険性が非常に高いと、まあ、この2つの理由によってですね、まあ、世界中の登山家クライマーは、酸素ボンベを使って酸素その酸素を吸って登るわけで、登るわけなんですよね。でまあ実際にその、8000メートルという場所がどういう場所かと申し上げますと、まあ、例えば井上さん、最近飛行機は乗られたことはありますか？あんまりないですね。あんまりないですね、飛行機は。ないですね、最近は。はい、まあ、例えばですね、いや井上さんがまあ、海外にご出張されると、はい、例えば、まあ、ここアメリカ本土で、まあ、ご指導があるということでですね、はいはい、まあ、これはあくまでも想定ですね。で、まあ、成田空港でますと、で、まあ、今日のように天気のいい日にですね、成田空港から、まあ、例えば全日空の国際線、はい、飛行機でですね、井上さんが乗られて、まあ、例えばアメリカを目指すと。はい、で、まあ、これはアナの当然井上さんファーストクラスでございますので、まあ、例えばその成田空港ですね、まあ、離陸すると、まあ、全日空国際線がですね、はいはい、で、井上さんを乗せた全日空国際線の飛行機は、はい、まあ、これが、まあ、ボーイング737とかエアバスだとかですね、はいはい、これがどん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 成田空港を離陸して上昇していって、まあ、約2、30分後ぐらいにですね、まあ、安定飛行、まあ、巡航高度に入りましたと。はいはい、で国際線の、飛行機の巡航高度というのは大体、まあ、標高7500メートルから1万1000メートルに、まあ、なるわけですね。で、まあ、大体この高度まで上がってきて、で、まあ、気流も安定しているということで、で、まあ、シートベルト着用サインがポンと切れたところ、まあ、まあ、はなくなってですね、で、まあ、客室乗務員の方たちがですね、まあ、飲むのを配り出すと。で、まあ、井上さんはこの時にファーストクラスの、まあ、窓際に座ったと仮定しましょう。でこれでもうよしということでリクライニングを思いっきり倒してですね、でも早速じゃあとりあえず VSOP だと、はい、まあ、こんにゃくに行こうというですね、まあこれは飲み放題だとファーストクラスです。でこれをこう飲み出してですね、まあ、最高だなと、もう天気もいいし、もうこんなで眼下を、まあ、窓の外見たら眼下には青い、まあ、群青の太平洋が見えますと。なるほど、なんていう最高の快適な空の旅なんだと。で、もう一回、いや、もう、まあ、10時間ぐらいかかるけど、まあ、ファーストクラスだし、余裕しゃくしゃくで、まあ、飲みながら行こうよということで、余裕しゃくしゃくでやってね、もう一回窓の外見たらですね、まあ、そこに私が張り付いていたという状況なんですね。で、こういう話をしたらですね、まあ、講演会とかでこういう話をすると、皆さんがまあここで笑うところなんですね。ああ、と。でも、まあ、現実に、その、まあ、国際線の飛行機が巡航高度、安定高度で飛んでる、安定飛行で飛んでる高度、この標高7500メートル以上、まあ、8000メートルぐらいのところに、私はその場に飛行機の外にいる状態なんです。なるほど。で、ここに、普通の状態ではなんで井上さんがその飛行機の中で平気で取られるかというと、当然それは酸素調整、気圧調整、気密調整をしてるから、要はその、失神することもないわけですよね。でも外はどういう状況かと申し上げますと、まあ、この日本の、この東京のですね、空気の量が3分の1、まあ、要は酸素分圧が3分の1で、気圧が大体、まあ、日本の平均気圧が、まあ、1013ヘクトパスカルぐらいですかね、まあ、気圧も、同じく3分の1で大体、まあ、350ヘクトパスカルぐらい、まあ、超極端な超低気圧、低酸素低気圧で、気温が大体まあマイナス10度からマイナスまあ40度ぐらい。で、まあ、無風ということは大体 まずありませんので、まあ、常時、まあ、風速10メートルから、場合によっちゃ冬はジェット気流が降りてきますので、まあ、時速300キロの風がたまに吹いていると。まあ、この4つの環境条件に8000メートル峰というのは位置するわけでございますね。で、そこに、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、世界中からそのような
8000メートルを目指す登山家たちは酸素ボンベを背負ってその8000メートルの頂上を目指すんですが、私はまあ自分の主義主張でですね、まあ、天からあるいは親からいただいた自分の心臓と肺のみを武器としてですね、まあ、一切酸素ボンベを持っていかない、まあ、これをまあ登山の世界では無酸素、まあ、無酸素登山ということなんですけどね、まあ、要は無酸素ボンベ登山、まあ、こういうことをやってきたわけでございます。ですのでまあ大変まあちょっと話が長くなりましたけども、まあ人類のほぼまあ限界線上にこれがまあ位置するまあ高度になるわけなんですね。無酸素でいける高度というのは、だこれはやはりそのじゃあ地球上のまあ今人口が77億人と言われてますけども、全員がそこに無酸素でいけるわけじゃないんですね。まあやはり一部のまあ肉体的な資質等があるという前提条件の方がまあ、なんとかそこに無酸素で行って帰ってくれるというわけでございます、ね、だこれがやはりそのもうその 8000m という高度であればですね、まあ、大変もう苦しい高度ですので、まあ、やはりその通常、まあ、日本を代表するような一流のクライマーたちであってもですね、まあ、大体1分歩いたら、まあ、1分ぐらいは休まないともう呼吸が整わない状態、もうそのまあ傾斜の強い、まあ、雪、氷のあるいは岩壁の斜面ですね、はいはい、まあ、こういうまあ膝に手を当ててやらないともう呼吸が整わない状態になってくるわけですね。1分ぐらい歩いたらですね、でまあそれをなんとか、その超薄い酸素を吸いながらなんとかそれで、まあ、行って帰ってくると。ですのでどうしてもですねそういう苦しさの中にいると人間というのはですねゴールが欲しくなるわけなんですよね。なるほど。でそのゴールというのをやはり最も分かりやすい頂上にやっぱりしたくなっちゃう、これがもう無意識のゴール設定になってくるんですね、うんうん、だからですね例えばその井上さん富士山でもらったことはありますか？いやー、まあ、ないです。新幹線で見たことない。うわー、そうですよねそうですか。例えばその富士山、私もまあ何十回か登らせていただいたんですけどね、特にその夏の富士山でですね、まあ、9合目ぐらいになるとですね、まあ天気良かったら皆さんまあ頂上が見えるわけなんですよ。頂上の鳥居がですね、赤い鳥居が、赤が白いちょっと忘れたんですけどね。でまあ頂上にいる人も天気良かったら見えるんですよね。9合目ぐらい行くと人がいるのが、でそれを見るとですね、あそこが頂上だってみんななるわけなんですよね。じゃあ頑張ろうと、もうバテバテなんで結構しんどいんだけど頑張ろうというパターンが多いんですけども、要はそこがゴールにやっぱりもうなってるんですよ。なるほど。で頑張って着きましたと。でここにまあ、東京であれば、まあ、高尾山、関西であれば六甲山のようにですね、まあ、ケーブルカーとかロープウェイがあるんだったらですね、まあそれが天気良ければ動いてますと、お金さえ払えば誰でも登れる、まあ、乗れるっていうんだったらですね、まあ、そこから歩いて降りる必要はないんですけども、まあ、残念ながらそこからまた自分の足で歩いて人間社会まで戻ってこないといけないんですね。ここがポイントになってくるんですね。でこのどうしても苦しいから頂上がゴールとしやすいんですけども、これやったらですね、まあ、どういう、現象というか問題が発生するかと申し上げますと、まず自分の脳にこれをセッティングしてますから、頂上に着いた段階でもう実際一回集中力が切れるわけなんですね。なるほど。で一回切れた集中力をもう一回復元させるというのはこれ結構なエネルギーが必要なんですよね。まずこれが第一ですね。なるほど。で第二は、実際その集中力が切れて、でもうそこまでで、ね、まあ設定をそこにゴールしてるから、まあ、体力も結構使い果たしてるんですよね。で余力もあんまりないという、これが第二の問題ですね。まず集中力が途切れました。第一ですね。第二は体力も結構もう使い果たしてますよと。で第三の問題がですね、大体その高い山っていうのはですね、午後から天気が悪くなるんですね。なるほど。午後から雲が上がってきて、まあ場合によっては雪が降ったりとか、大体まあ午前中は天気安定しても午後は天気が崩れるパターン、富士山なんかもまあそういうパターンは、まあ見られる状況なんですね。でこれが下山にかかった段階でですね、集中力も切れかけている、で体力もなくなりかけている、天気もなくなりかけているというこの3つの悪条件がそういうことなんですね。ですので、8000メートルじゃなくてもですね、まあ8000メートルと言わなくても7000メートルを6000メートルを、
まあ、事故の9割は、帰りなんですね。なるほどね。もう9割以上が下山中の事故なんですね。登ってる最初の事故じゃないんです。なるほど。基本的には下山中の事故なんですね。なるほど。でこれが、まあ、先ほどお話ししましたように、まあ、自分が山登り始めた頃はこんなことは当然わからないですから、でその中で何とか、事故らないようにまあ、自分なりに自分の限界を少しずつ伸ばすような登山をどん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 やっていてですね、まあそれで日本の 3000m から、なんとか 8000m まで 8000m 無酸素まで、まあ、ステップを伸ばしていって、その結果はっきり見えたのがですね、もうその最初の設定を間違えると命が100個あってももう足りないなっていうのがはっきり分かったんですね。分かりやすく言えばですね、だからもう皆さんやはりもう下山もう帰りバッテンなんですね。なるほど。帰りにもう事故るというパターンなんですね。まあそうで本人自身のもう意識が、はい、まあ、ほとんどこう下山にはの時にはしっかり帰ろうとかそういうこともほとんど考えられなくなるんですよね、はい、まあ当然です ね下山したらもうしっかり帰れなきゃということはあるんですけども、うんうん、でも大体もうそれを帰りを計算して登ってる人間っていうのはやっぱり相当な強者なんですよ、ね、なるほど、うん、もう大体もう何としても目の前の頂上ということ で、 そ、 うです、ね、まあ、そこに対するまあしんどければしんどいけどもそこに対するまあ執念みたいなもんで、要はもうその思いが肉体をなんとか凌駕して、その思いがそのもうボロボロの体を引きずっているというこんな状況なんですね、現実は、うん、なるほど、うん、で私はそれでですね、はい、小西さんに、はい、再度確認したりっていうのは、はいはい、要はさっき言ったように、まあゴールは、まあ、あっても、はいはい、戻るまでが登山だと、はいね、そういう時に、はい、今言う過酷なところじゃないですか、もう9号目というか、はいはい、なったら、で今言う天気が悪い、はい、風がある、はい、で寒い、いろいろあると、悪条件、そうして吹雪になるとか、はい、いろいろあると、でも目の前に頂上があると、はい、でも今行ってはいけないという、このところの、ここっていうのは、なんか自分、まあもちろん、なんていうか仲間っていうかチームがいるんで、はいはい、でもそこで小西さんが中心として皆さんを連れていく、あるいは一緒に行くっていう場合だったら自分が判断しなきゃいけない、はいはい、ここは、まあ、我々も自己確立という言いながらですね、はい、自分自身にいかにこう問いかけて、はい、行くべきか撤退するべきかという、はい、ここっていうのは私はここはね頂上を目指すだけのゴールだったら多分行くと思うんですよ、はいはいはい、みんなで、はい、これも命とかですね多分、ところが、本当の下山、ここまでだっていうような目標をされた時には多分、でもここの判断、決断というのはすっごく苦しいと思うんですよ、はい、この辺りをどう、多分撤退もされたと思うんですよ、はいはいはい、もう五体満足で帰られてるんで、はいはいはい、ここのね、自分との戦い、仲間にどういうふうにこう説明するのか、はい、仲間の人だって、いやもう小西さん行きましょうよっていう人だっていたとも思いますし、はいはいはい、この辺りの葛藤というか、これすっごく我々この生き方としては大事なことだと思います、ね、はいはい、この辺りをちょっとお聞きしたいなと思います、はいはいはい、まあこれがですね、まあ、夏の富士山であればですね、はい、まあ、日本に住んでるのであればですね、まあ、今年の夏は登れなくても来年登りましょうということは、まあ、そうです、まあ、だからそもそもそんなにお金もかからないですよね、まあ、富士山、夏の富士山登るということであればですね、はい、そんなに莫大なお金がかかるわけではありませんし、まず、まあ、例えば、まあ、都内在住の方だったらですね、はい、まあ、1泊2日で行って帰ってこれるような話ですので、まあ、2日間のお休みがあれば、まあ、行って帰ってこれる話ですと。だからわざわざ会社を辞める必要もないです。まあまあ、ないわけですよね。だからこれがその、世界でも、この世界の屋根と言われる、まあ世界ほぼ、この地球上で最も高い山々を登るとなればですね、まずそこに、そこまでかかっている労力、お金というものがですね、まあ、結構なものになるわけなんですね。だいたいまあ、エベレストということであればですね、まあ、単にエベレスト登るだけであればですね、ただそれでもガイド付きでどうのこうのということであればですね、
まあ、やはり500万以上、1000万、まあ、人によってはまあ2億円ぐらい集めてこられる方もおられるわけですね、エベレストを登るためにですね、まあ、そのような方もおられれば、そんな集金能力を持っている方もおられるんですけどね、まあ、やはりその、じゃあ実際エベレストは、じゃあ例えば日本で夏の富士山しか登ってない方が、世界最高エベレスト登りたいと言って、これはやっぱりさすがに無理なわけですよね、当然なんですけど、少林寺拳法でいきなりじゃあ、講談者の方に、じゃあ、白目方が、じゃあ、戦って勝てるか、まあ、勝てるわけないんですよね、こんなもんは。そこにいたのは、じゃあ、大変な時間と労力とエネルギーとお金をやっぱり要しなきゃ、これ絶対無理なわけなんですよ。そうですよね。だから、一人の方がですね、一人の登山家、クライマーがエベレストを登るまでに、まあ、大体そこまでの準備、ね、まあ、準備ってわけじゃないんですけどね、日本の山一生懸命登りました。冬山一生懸命命がけで登りましたと。何十回も登りましたと。で、海外の山行き出したと。6000メートルの山登って帰ってきましたと。7000メートルの山登ってきましたと。次は8000メートルそこそこの山登りましたと。で、この段階で、じゃあ例えば8000メートル一つ登るとなったらですね、まあ大体慣れたら出てから帰ってくるまで、まあ大体2ヶ月ぐらいかかるわけです。で、それを行くとなればですね、普通の会社の、例えばお勤めの方がですね、ちょっと部長と来月から8000メートル登りたいんですけど、とりあえず2ヶ月休みくださいって言ったら、やめてどうぞご自由に、どうぞご自由に行ってくださいと、まあ、こういう話になるわけですよね。だから人によってはもう、まともに仕事をできるレベルじゃなくなるんですよ。まあ、はっきり言ってですね。だからもう仕事も、まあ、例えばもう実際はアルバイトだとか、日雇いだとか、まあ、これが現実なんですよ、それは。山にかけるのはもうそういうことなんですね。なるほど。もう実際もう社会的な安定なんですが一切ないんですよ、うん、もうだから飯を食って山に行く金をなんとかやって、でヒマラヤに関しては8000名ではそこでもうなんとか実績を作ったと、うん、でまあ第三者が評価するだけの、まあ、人が8000メートルのような山に無酸素行くんだならば、まあじゃあちょっと応援しましょうと、うん、まあ、そこまでのなんとか実績を作ってきたと。でそこに至るまでもまあ結構な時間何年もかかって、まあ、当然なんですけどね、少林寺拳法も昨日今日始めた方が当然その3段4段当然不可能、そこに至るまでは何年も大変な時間かかるわけですよね。もうそれは仕事が優先と言ってると、まあ、なかなか稽古に行けないとそんな商談できないんですよ、ね、それは当然なんですけども、その中で何としてもやりくりして稽古する時間を何度しても見つけないと、やっぱりもう商談はもう永遠に不可能ですよね、そんなものは。週に2、3回道場来てやるだけじゃ、もうそれは絶対商談できないですよね、それ。まあ、それと全く一緒で、そこに至るまでのかかったお金、労力、エネルギー、もう人によってはもう結婚ももう終わりましたと。もう奥様から、ああ、もうあなたはもう山が好きなのに、どうぞ一生好きに山を登ってください。私は私の人生でございますと。撤収だと。まあこのようなこともやっぱあるわけですよね。もう実際もうしょっちゅうありますよ、なるこのような話、うん、でもう、社会的なもうまともな仕事はありません、結婚ももうできません、失敗しました。その中でそこまで何とかもうかけたお金は全部金につぎ込んで、貯金通帳にはもうろくにお金もありません。そこで命をかけてる人、まあ、これが登山家なんですよ、うん、でこれが要はですね、まあ、目指す8000メートルにまあまあ、例えば そこに至るまで10年以上時間かけて、何もかも、社会的なものは何もかもポイして、もう山登りだけに全てを捧げてきてですね、で例えば頂上まであと30分ですとで、まあ、こういう時にかけて天気が悪くなってきましたと。で明らかにすごいけど天気が悪くなってきてると。でこれはまずいと。でベースキャンプに例えば無線機で問い合わせしたらですね、どうも予報ではもうこれ午後からえらく悪くなるよと。もうこれは、実際に、まあ、じゃあここから30分で言ってもですね、30分で頂上行って、まあ、当然写真撮影とかいろんなことありますから、まあ、そこで毎日は15分、20分、1人で30分ぐらい頂上いるわけですよね。で、下山にかかりだしたらですね、その同じ人に戻ってくるまでに、大体、まあ、まあ2時間ぐらいは絶対かかるはずなんですよ。で、そこにまあテントがあるなら別ですよ、安全がある程度確保される。でも残念ながらそこにテントもない、あるいは酸素も見ないとなったらですね、実際その最終キャンプはね、頂上まで30分とかで最終キャンプになるわけないですから、最終キャンプで戻る時間考えたらですね、
そこから頂上まで30分でも、結局頂上まで30分で、下山にまた場合によっては3時間4時間かかるわけですよね。そしたら合計やっぱり今 4,5 時間見なきゃいけないんですよね。なんと。でも明らかに天気悪くなってるのがもう目に見えてたらですね、果たして安全に、無事に、3時間目に戻れるかどうかという判断になってくるわけですよね。でこの場合は、大体5つ6つの計算が必要になってくるんですよね。なるほど。どういう計算が必要かというとですね、まず当然天気が持つかどこまで持つのかどうか、でも明らかに悪くなっているということであれば、もうじゃあどれぐらいまである程度持つのか、なるほど、激しい吹雪になるのか、それともちょっとガスるぐらいなのか、ちょっと雲がかかって視界悪くなるぐらいなのか、ちょっと雪が降るぐらいなのか、それとも結構な吹雪になるのかどうか、このまず 天候の判断大事ですね。あとは山のコンディションの判断ですね。これは具体的には、技術的な難易度、あるいは例えば雪の量、思ったよりも雪が深い、時間かかると、ここから目測では雪が閉まってるように見えたけど、実際に入ってみたら思ったより雪が深かったと、思ったより倍ぐらい、倍以上時間かかる可能性があると。だからこの山のコンディション、あるいはその見える稜線が技術的に思ったよりも、あの岩壁が越える岩壁が思ったよりも時間かかったら難しかったという、テクニカルな話、あるいは積雪量ですよね。まずこの山のコンディション、天気の判断、山のコンディションで、実際その時の時間ですよ。なるほど。これが今何時かという話です。なるほど、時間ね。で大体もうこれはもう日没通になると、ヘッドランプで降りるというのはそれだけでも死亡率が桁ずれで上がるものなんですね。もう要はヘッドランプを使うレベルなんていうのは、大体もう滑落したりとかスリップしたりとかミスをする可能性が極めて高くなるんですよ。だからこの時間がある程度その残照が残っているレベルで最終回まで戻れるのかどうか、この時間の計算ですね。天気、山のコンディション、テクニカルなコンディション、時間の計算、それともう一つは、これがまあ非常に重要なんですけどね、自分らの余力の、どれぐらい余力があるのか、まだ余裕しゃくしゃくなのかどうか、で天気が少々悪くなっても、少々天気悪くなっても、まあ今が昼の12時ですと、でまあなんとか頂上には12時半か1時にはつけるよと。で下山で少々吹いてもまあ4時5時には戻れると、吹いても全然まあびくともせず降りれるのか、体力的に余力があるかどうか、自分らの余力ですよね、自分らのエネルギーがどこまで残っているかどうか、山の天気、天候、山のコンディション、時間、自分らのコンディション、まずこの4つは絶対見なきゃいけないんです。まずこの計算ですよね。でこのラストはですね、これが最重要なんですけどね、自分らに運があるかどうか、自分らにラックがあるかどうか、これが最重要なんです。だからですね、何を見るかっていうとですね、まあなかなか皆さんこれは信用されないかもし、信用されない方もおられるんですけどね、自分が見るのは、例えばまあ仲間が私以外に2人いるとしますから、その二人を見て、まあ、はっきり言って正義に満ち溢れてるかどうかなんです。なんと、まあ、もっと言うならば思想が出てないかどうかなんですね。まあ、つまり曇ってたり影がかかってるような、薄く見えるような彼らが、あるいはその人らが、もうこれはもうやっぱりなしなんです。なるほど。これはやっぱりダメなんですね。やっぱりそれは、結構小西さん顔の方もみたいな判断されるっていうところもあるんで、やっぱりそういうところから人のこの周りのその仲間の顔を見て、これならいける、これならちょっとやめておこうっていう、最終的にそこで判断されるっていうことは、まあ、最終的にもう少しかないですね。まあ気力が充実してるのかどうかで、実際にもう皆さんが気迫はあるのかで、しかも口は威勢はいいんだけども、ちょっとこれも使えないという方もやっぱりいるわけなんですね。なるほど。まあもっと言うならばですね、そういう方っていうのは、まあちょっと厳しい言い方なんですけどね、まあ、自己コントロールがやっぱ甘いんですよ。なるほど。つまり明らかにこの人はもういろんな体力も落ちてるし、エネルギーもないけども、もう気力のみでやろうとしてるっていうのは、やっぱりちょっともう微妙なんですよね。ということは最終的に小西さんはやっぱり最後その運、
はい、そうした仲間の、まあ、顔を見る正規があるかどうかということは、結局そうしたら、まあ、まず撤退しようという話になった場合には、はい、やっぱりその仲間中彼らも納得されるということになりますか。納得しないパターンも過去やっぱりあったんですね。ただその場合ですね、こういう状況だったんですね。4人で、まあ、8600m 近い山を無酸素登ったんですね。であと頂上まで、まあ、3時間ぐらいだったんですね。まあ、頂上まで実際おそらく100メ、まあ、高度差で 100m からそれ上だったんで、100か150ぐらいだったんで、まあ8600m 近い山のもう8450ぐらいまで来てたんですよ。でその時まあ私含めて4人だったんですけども、1人がもう明らかに体調悪かったんですね。なるほど。でまあただ途中で降りるってわけにもいかないし、で実際もう傾斜がかなり強くなってきたんですよ、雪と氷の斜面で。だから1人でノーロープでロープなしで降りる方はちょっともうそれは降りれない状況まで来てたんですよ。なるほど。でそれでその8400m ぐらいのところで、まあちょっとその彼がもう遅れ出しちゃったんですね。でもう一人の仲間が、まあ、その彼の名前私にですね、もう彼ちょっとダメだなとはっきり言ったんです、うん、でも確かにもう無理だと、あれはもう無理だなと、もう四つん這いだって名乗ってるような状況になりかけたんですね、その方はもう。でそれで彼らが来て、4人が揃った時にどうって言ったら、もう降りたいって言ったんです。なるほど。自分は降りたいと。で、降りたいって言ってもですね、一人でも降ろせる状況じゃないんですね、もうそれが。だから結局、ある程度元気がしっかりした人がロープを組んで、彼がスリップしても、滑落しても止めれるという前提じゃないと、もう降りれない状況だったんです。で、そうしたらですね、他のメンバーが、もうちょっと頑張れないかというこういう話をしだしたんですよ。なんと、まあ、そうなりますよね、でもね。なんとか頑張れないかと。もうあとちょっとだと。まあ、ちょっとでも実際は2、3時間かかると私は見てたんですよ。で、ちょっとって言っても、もう体力が復元することはもうないですから、なるほど。もう帰り、これ、頂上までなんとかついたし、これ絶対に帰りはバッテンになるのははっきり分かったんですよ。で、それで、じゃあその他のメンバーがもうちょっと頑張れないかということで言い出したから、さあその彼もですね引っ込みがつかなくなって、じゃあもうちょっと行きますってことで言い出したんですよね。でもそれ言い出したからもうこれ全然ダメだなと思ったんですね。もう話がもう混戦してると、だからもうこれダメだとって言ったらですね、もう一回降りたいって言ってんのをもうちょっと頑張れないかって言われてね、やっぱり行きますね、こんなんやっぱりダメだと、もう降りたいっていうのがもうこれがねもう正解だってね、もうこれ降りるしかねえよと、もうこの判断の余地ないよと、ということでですね、いや他のメンバーもしぶしぶ納得したんですけど、なるほど。で降り出してですね、で4人いたんで、ね、はい、私が一番その最高点で、まあ、彼らを確保して、まあ3まあ、下にロープを張ってたんで3人が降りたわけですよ。だから彼らが落ちても止まれるように私がそのロープで操作したんですよ。でラストから私が降りてって、でその場所に50メートル降りた場所にいろんなものをデモしたんですよ。まあそこまで帰ってこれるだろうということで、日没バネでやってくるんですね。まあ簡易テントだとかいろいろデモしとったんですけど、まあ雪の上にですね。でそれを私もその自分のザックに入れなきゃいけないから、そのちょっとまあ一瞬思ったんですけどね、ロープを外してそのバテてる彼に、じゃあちょっとロープ持っといてって言われてロープを預けたんですよ。で私は、まあ、そのデポジトの荷物を入れようとしたらですね、あっていう声が聞こえて、その私がロープを渡した彼がですね、手を離しちゃってですね、ロープが斜面をあっという間に落っこっちゃったんですね。まあ、100メートルロープだったんですけどね。で、我々はもうロープなくなっちゃったんですね。で、それで、どうしようってことになったんですけども、まあ、かなり傾斜の強い雪と氷の、まあ、まあ、氷壁とは言わないですけど、ちょっと斜面を降りなきゃいけないんで、で、じゃあ、その彼が落ちても私が下に止めれるように、まあ、先に2人元気なものでて、私の上にその彼が来て、1メーターぐらい下に、それ以上落ちないとこっちも止められないですから、激突されたらこっちも吹っ飛んじゃいますから、だからそいつがもう万が一ドスッと落ちても何とか止めれるような感じで、それで何とかそのロープを、まあ、下にまだデコしたんですけど、そこまで降りてって、でそこからまあ確保してみんな降りたんですけどね。
そしたらやっぱりあの女その、まあ、バテた方がですね2回スリップしたんですね。あで結局上で確保したらその彼が降りる最中に、まあ、スパーンと吹っ飛んでですね、そしたら確保した人間がドーンと吹っ飛んでですね、それでこの愛禅っていうこの靴の底に、まあ、あの鉄の爪みたいな、まあ、チタンの爪みたいなのつけてるんですよ。でこれがドガーンと他のメンバーのダウンかけて激突してですね、ダウンがスパーンと出て羽毛がバーンと飛び散ってですね、何でも飛びたいとかですね、まあ、そんな感じだったんですよ。だからロープがあったらもうまあおそらくまあ 99% 落ちてなくなったんじゃないですかね。なんまあはっきり言ってそれで撤退することがあって帰って、はい、もうその後のだってそれ今さっき小西さんに言われたようにそこまで到達するまでに準備とか言うともう何ヶ月もかけたりとか、はい、お金もかかる、はい、であとまあ、協力してお金を出してくれた人たちもいる、はいはい、まあその今度のその降りた時のことが心配でした多分ねまあやはりですねまあ結局お金人様からお金を出していただいてスポンサーの皆様からですね、スポンサーねそのご厚意でこれが成立している話ですので、まあはっきり言ってこれはみっともない話なんですね。でただじゃあこれが誰自分らはそういうことをスポンサーの方に言わないですけどもね、絶対これは言わないですけどもね、もし死人が出たらですね出した方もですね、なるほど、たまらないですよね。自分らが出したお金で行った登山家が死にましたってなるとですね、やっぱこの人らはこの人らでも大変、まあ、非常にまあ そんな話で幸せになる人いないですよね。みんなやっぱりまあ、まあ、何とも言えない思いになっちゃうじゃないですか。なるほど、そこがありますね。やはりですね、やっぱ死ぬっていうのはちょっとまずいですよ、どうやってもですね。なるほど、だからまあそれ考えたらまあ申し訳なかったですと、失敗しましたということで、もう謝るしかないんですけども、まあ、死にますっていうのはもうやっぱりこれはもう一番もうお金を出した皆さんに対してももうこれでもう説明のしようがないですよね。なるほど、いや申し訳ございませんと、一人亡くなりましたってなったらですね、いやなんでだっていうことはやっぱりなっちゃいますよね。まあ、そういうことがつきものだと分かってても、やはり現実に人が死ぬとですね、それはやはり皆さんに対してスポンサーに対しても大変申し訳ない話になっちゃいます。